間のところで、仙台があるわけですよ、ね、で始発鉄道っていうのはあるんですけども、ね、そのちょっと、かつての西郷さんが、ね、戦った場所でございます。釈迦堀、釈迦堀と玉丸坂というところですね。放射のフルフル放射のフルフル汚染水流る、なんかキーが違ってる気がするんですよ。こっちだ。放射のフルフル汚染水流る、違うな、ちょっと違いますね。じゃあこれ後にしましょう。いや、そのおじいちゃんばあちゃんたちのために歌おうと思いましたけどもね、じゃあ、もうちょっと若い人向けでですね、こうなりましたね。最近ちょっとこれは乗ってていいんじゃないか。やっぱりこうよく見えませんね。失敗ですね。よいしょ。でもこれこんなところになんか角度ですね。みだれおでんじゃないですけどさ、はい、なんかおでん屋台でもなんか来てほしいです、ね。あ、呼んできて。いや、これなんか見てる人がさ、もちろん。あいつの頭はあいうえお、肝心かな目がかきくけこ、散々騒いで差しぶせこ、大した態度で立ちくけこ、何がなんだか何ぬめの、はだはだ半端で吐きぬめお、真ん中丸わけ、まみぬめも、やけのやんぱちあいうえよ、ラスキン。落第落沈ラリルレロ、わけもわからずワイウエオってな曲があったような気がするんですけども、安倍の頭はアイウエオ、韓国いじめてかきくけこ、散々騒いで差し捨てと、大した態度で立ち捨てと、夏の真似して何ぬねの、甚だ半端で差し上ほ、マスコミ引きずれまみむめも、安くに参拝やいうえよ、拉致問題はラリルレオ、ワイワイ騒いでワイウエオ。安倍の頭はあいうえお、官僚の言いなりかきくけこ、再稼働する差し捨てと、たちまち叩かれ立ち捨てと、中今楽天何胸の、灰色も忘れて吐き上を、またまた増税まみ胸を、ヤクザを使ってやゆえよ、楽天あいつぎらりぬれろ、賄賂も失敗はゆえよ、というような感じで、なんかカリキュラマシンっていうのかな、ね、の曲だったらしくて、その時代の子供たちだった人は、あれねみたいなことを言ってくれたんですけど、今ちょっとアレンジ変えちゃいましたんでね、はい、ということで、それではですね、ごめんなさい。はい、もうみんなね、追求しましょう。何を？あのドスケベやりま、誰よ、やりません。小渕優子、小渕優子、それはね、おでよかった、おでんに来たね、本当にとか言ってますけど。はい、あ、どうもどうも、いろんな人がこれカバーやってますけどもね、311前の洗脳という曲にやってまいりました。蓋をしたけど汚染水止まらないのよ、選挙中は隠してるあなた、再稼働が無理だと知ると福島捨てて鹿児島だますの、楽しい夢のような嘘を言って私たち騙した、最近一前悔しくて目頭が熱くなる、最近一前間違えれば
反省するのにただ意味もなく金目繰り返すあなた、この世界が行き着くとこは原発廃炉、他にないのよ。太一島へ帰りたい、お空をさまよう夢、太一島へ悲しくて目の前が暗くなる、太一島へ明るい未来のエネルギー違っていた、楽しい夢を見てた、あの頃思い出せば太一島へ悲しくて目の前が暗くなる、太一島へ太一島へ太一島へ。ということで311前でございました。分かった、これね、こっち行くかそっち、こっちも余計にだ、そうすると明るい、うん、はい、いませんでした。さあ、それじゃあですね、ちょっと今香港がいろいろね、ありますよね、雨傘革命とか言ってますけど、その辺のところですね、やっぱり今鹿児島と福島ってのです、日本って島国なんだから、やっぱ島を大切にしましょうよ。ね？福島、広島、鹿児島、ね？もう島を大事にして、沖縄、本島島ですよね。ね？それから香港も島ですよ。台湾も島ですよ。もう島つながりで連帯してね、行こうじゃないかと思ってます。だから香港の若い人たちね、ちょっとやっぱり体制に対しての不満を持ってああいうふうにやっていくっていうのは大事なんですよ、相手が誰であろうがね、それで、雨に歌えば人権が踊ると、人権リーが本当は踊ってるんですけども、あ、これキーが違うな、いつも気持ちがいいちゃうね、リリダンダンリダディディダンドゥビドゥビディディダンダンリリディリディドゥビドゥビ、雨が降る雨が降る、香港のセントラルパークに雨が降る降る、雨にご用心、恐ろしい雨が降る、目はチカチカ、喉はキリキリ、唐辛子と胡椒入りの雨が降る、弾圧の雨、傘を差して立ち向かおう、ディディダンダンディダディディダンディダリダディディダンダンディダディディダン、雨が降る雨が降る、新大久保のコリアンタウンに雨が降る降る、雨にご用心、恐ろしい雨が降る、上げ足とりとり、真実から目を背け、日の丸と派遣クロイツの雨が降る、迫害の雨、傘を差して避けよう、
リリダンダンディダディディダンディダディダディディダンダンディダディディダンディン。だけどおつな雨もある、あいあい傘で二人並んで、水たまりとわだかまりを飛び越えて、雨宿り仲直り、雨に向かって歌おう。 We were dancing and singing in the rain。続々と歌い手が集まってきてますのでいい感じで、ね、これもしブラザー聞いてたらシスターあるでメールアドレス H0153@mickey.com、 よくわかんないんですけど業務連絡ですか、@mickey.com、 これは、まあ私のアドレス。何じゃそれ。何自分を売り込んでんだ。面白いね。うん、はい、みんなでこのテントみんなで持ち寄って、もう朝から晩まで朝まで朝パーティー以上呼びかけ。呼びかけでした。告知でした。さあ、それじゃあ、前回フルでできなかったやつをやりたいと思いますね。はい。田中正造か、いや、アパゴン商工かな。キングボクシか、鶴明か、ゲバラか、ダンジーか、誰に影響されたかなんてどうでもいいよ。正義のために囚われた君を称えよう。囚われた君と手と手をつなごう。座り込んで寝転がって抵抗するのさ。自由の歌を歌ってピケットラインを突破して、牢獄につながれたら君は友達さ。法律に従順な市民の皆様方、法律は人が作るが人は間違う。昔労働組合はダメで奴隷は認められてた。女には選挙権はなし、子供は働かされた。歴史をちょっと学べばあんたもわかるはず。俺たちがホームに去ろう、腐った法律は。囚われた君と手と手をつなごう。座り込んで寝転がって抵抗するのさ。自由の歌を歌ってピケットラインを突破して、牢獄につながれたら君は友達さ。正義を守るために刑務所にあなたは入ったことがありますか。法律に守られてデモ行進、そして法律に従って抗議行動なんてさ。法に正義があるなんて相変わらずいつまで信じてるの。囚われた君の歌を歌おう。座り込んで転がって抵抗するのだ。
自由の歌を歌ってピケットラインを突破して、監獄行きなりゃそりゃ上等だ、刑務所に入ろうそれが正義なら、監獄に入ろうそれが自由なら、老後は牢獄がそれでもいいじゃないか、監獄に入ろうそう正義のために、監獄に入ろうそう正義のために。新曲なるほど、まあまあ、はい、ね、はい、公式会社、はい、日本の刑務所にも、じゃあいいでしょう、あの少しは、うん、岐阜も含めて少しはちょっと、こっそり、まあ、入っていた時期がちょっとね、何で告知昔ね、はい、あのこういうレジャーランドしようって、はい、じゃあぜひオリエンタルランドを刑務所にしようということで、ね、みんな行きたがると刑務所レジャーランド化、はい、ぜひあっち の、 あの国家公務員局の方に行ってそれを、ね、訴えていきましょう。ここでみんなで語らいましょう。それじゃ弱いよ。危ない核早く埋めないと、危ない核このままだと日本がダメになる、危ない核早く埋めないと、危ない核このままだと世界がダメになる、危ない核は武器を作り出す、危ない核は心臓に良くない、危ない心臓は取り替えないと平和に暮らせない。さあご通行の皆さん、ご通行中の皆さん、ぜひこのフレーズを覚えて言ってください。危ない核、核は危ないよ、誰でも知ってることですよ。危ない核と訴えてください。バスに乗ってる皆様ね、これから富士急ね行くんですか、はい、いいですね。あれ富士急ハイランドは何だっけ、 A じゃないかじゃなくて A じゃないかもあるんだっけ、じゃあそれに乗った時にね、ぜひ、はい、危ない核とつぶやいてください。危ない核早く潰さないと、危ない心臓は、安倍心臓はもう言っちゃうよね、取り替えないと安心して生きられない。危ない核早く潰さないと、危ない核このままだと日本がダメになる、危ない核早く埋めないと、危ない核このままだと世界がダメになる、危ない核はお腹が TPP、 危ない核は心臓に良くない、危ない心臓は取り替えないと安心して暮らせない。さあ最後に危ない核だけ言っちゃいましょう。危ない核早くぶっ潰さないと、危ない心臓は安倍心臓は取り替えないと安心して暮らせない。
ありがとうございました。アジョニエイチでした。